さあ、お嬢様、お急ぎください。時間がありませんよ。わかっているわ。あ、でも、このドレス、動きにくくて。ああ、コルセットを少しきつめにしておきましたからね。主に最近は腰回りのお肉が余っていらっしゃるようですし。違うわ、成長期よ。ほら、これは少女が淑女へと変わっていく一過程で。ええ、確かに。あんなに小さかったお嬢様がこんなにご立派になられるとは。亡くなられた旦那様や奥様がご覧になったらどんなに喜ばれたことか。この脇腹のちょっと邪魔なお肉さえなければ。余計なお世話よ。ねえ、もう少しゆるくできないかしら。靴のヒールももう少し低ければ安定して歩けるのだけれど。ダメです、早く慣れてください。いいですか、今日は女王陛下のパーティー、そしてお嬢様の記念すべき社交界へのデビューの日でもあります。今日のパーティーには上流階級の方が大勢お見えになるのですよ。失敗は許されません。分かっていますね。確かに第一印象はとても大切だと思うわ。お嬢様が立派な淑女になられて良い縁談が決まり、ホワイトリー家を再興なされることが私の一番の願い。そして亡くなられたロバート卿、オリビア様のご恩に報いることなのです。どうかそのための第一歩として気を引き締めてくださいませ。そのホワイトリー家に代々伝わる首飾りに恥じることのないようお願いします。もちろんよ。お父様とお母様から託されたホワイトリー家は、私が。ええ、意気込みだけはご立派ですが。まずはレディーとして、最低限のたしなみだけは忘れないでください。そんな心配しなくても大丈夫よ。いいえ、ロンドンの紳士淑女から見れば、お嬢様はまるで、そう、田舎のおてんば少女も同然。その差は歴然かと。まあ失礼ね、ペンデルトン。ところでお嬢様、あなたは今のご自分を立派な淑女だとお思いですか？もちろんよ。あそこを歩いている貴婦人をご覧なさい。彼女が真のレディーだとすれば、お嬢様は彼女が連れている犬です。キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬ね。まだ1歳くらいかしら。あ、そうだわ。ねえ、屋敷でも犬を。まったく折れない方ですね、あなたは。大体あなた一人だけでもこんなに手を焼いているんですよ。
この上さらにもう一匹。まあまあペンデルトン、落ち着いて。それにもうすぐ着くみたいよ。やれ。始まるのね。女王陛下のパーティーが。ごきげんよう。女王陛下のパーティーはこちらでよろしいかしら。お待ちしておりました、ミス・ホワイトリー。中へどうぞ。どうも、ありがとう。女王陛下のパーティーだわ。華やかね。ええ、お嬢様、くれぐれも迷子にならないようにお願いします。皆さん、楽しそうね。じきに参られるでしょう。今日はシャム国国王から贈られた猫を連れてご参加されるそうですよ。まあ、英国王室には猫もいるのね。ええ、
女王陛下と同じ日に生まれたということで記念に贈られたそうです。素敵なお話ですね。それでは今日は両国の信仰を温め合う大切な日ということね。失礼、お飲み物はいかがですか？ええ、いただくわ。ありがとうございます。立派なパーティーだな。うん、そうだな。さすがヴィクトリア女王のパーティーだ。それにこれだけ客人がいればいかに大広間といえど死角だらけ。何が起こってもおかしくない。おい縁起でもないこと言うなよ。さあ、警部がしびれを切らしている頃だぞ。大丈夫ですか？どこも汚れてませんか？大丈夫。どうもありがとう。それならよかった。せっかくの綺麗なドレスが汚れたらパーティーも台無しですし。おい、ワトソン君、何をしている？早く行くぞ。ああ、ごめん、今行くよ。じゃあ、素敵なパーティーを。あなたもね。警部がしびれを切らしていると言ったのは君だぞ。早くしたまえ。悪かったって。あの二人はこのパーティーに招待されたわけではないのかしら。そういえば、ワトソンって聞いたことのある名前だけど。そうだわ、私立探偵シャーロック・ホームズと助手のジョン・ワトソン。ということは、おそらくワトソン・ジュニアでしょう。ジョン・ワトソン博士の息子ですね。今のがワトソン・ジュニア。それじゃあ一緒にいるのは？ええ、もう一人はホームズ・ジュニア。シャーロック。彼がホームズ・ジュニア。ワトソンの息子も彼のホームズ・ジュニアの助手をしているとか。二人のあの様子、パーティーの招待客ではなさそうね。多分そうではないかと。そもそも彼らは貴族の出ではありませんし、もしや彼らを必要とするような事件が起こったのかもしれませんね。事件ですって？お嬢様、
お声が大きくていらっしゃいます。あら、失礼。でも気になるわ、あのホームズジュニアが来ているなんて。一体どんな事件が起こったのかしら。ねえ、見てペンデルトン、上品で華麗な夏花のアレンジメント。さすが、華やかなパーティーにぴったりね。お屋敷にも飾りたいわ。ええ、まったく、女王の愛する白いバラを取り入れた気品のあるアレンジメントは見事なものです。特にこの彩りのセンスは大変素晴らしい。ぜひとも参考にさせていただきたいですね。それに葉と花のバランスも絶妙で感服いたします。あ、それはさておき、とにかく今日は英国にとって大切な記念すべき日ですからね。何か事件が起こっては…って、お嬢様？はあ、少し目を離すとすぐにこれです。どこに向かったのかしら。確かこちらだったと思うのだけれど。ワトソン君、急ぐぞ。あ、置いてくなって。お疲れ様です。あの制服、スコットランドヤードね。けど、王族の警備なら訓練を受けた近衛兵がいるはずだわ。レストレード警部はどちらに？はい、こちらでお待ちです。どうぞ。ありがとう。どうやらヤードが彼らを呼んだようね。警官は焦っているみたいだけれど、やはり事件が起こったのかしら。まさか何か女王陛下に関わる重大な事件が起こったんじゃ。とても気になるわ。いや、急に呼び出してすまなかったね。君のお父さんにも連絡したんだが、あいにく他の事件で飛び回っているようでね。父さんの話は今は必要ないはずです。それより事件の話を。ああ、それもそうだな。いや、参ったよ。我々も必死で探しているんだが、なかなか。今の状況を簡潔に教えてください。時間がないのでしょ。やっぱり何か起きたんだわ。それにできれば女王陛下ともお話ししたい。ええ、女王陛下と直接かね。ええ、いくつか陛下に直接確認したいことが。早期解決のためにご協力を。無理だ、女王陛下はお忙しくていらっしゃる。まさに今も式典のご準備で。
レストレード警部。聞いたところによると、警部が今年受け持った事件のうち5件が未解決となっているそうですね。え？まず1件目、ピカデリーの路上での絞殺事件。時間は夜8時。スコットランドヤードは移民者による金目当ての犯行と断定しました。しかし検視官によると被害者は首を前から絞められている。おかしいと思いませんか？単純に金目当ての犯罪なら後ろからこっそり近づき首を絞める。つまり犯人は前から堂々と近づき、前から首を絞めることができた。考えられる可能性は2つ。おい、ホームズ？一つ目は顔見知りの犯行。確実に前から首を絞められるだろうな。二つ目は善人を装った犯行。道を聞くふり、酔っ払いのふりなどをすればできなくもない。だが今回の場合は現場に大きく争った形跡も、悲鳴や大声を聞いたという証言もない。そう考えると顔見知りの犯行だと考えるのが妥当でしょう。ですが警察は通り魔事件としての捜査しかしていません。いや、あれは。2件目の未解決事件はテムズ川ほとりで発見された変死体の事件。発見時刻は早朝。おいおい、お前その辺にしておけよ。しかし事実だ。だからってお前時と場合を考えろって。今回の事件、とにかく今の情報だけでは探しようがない。どうか警部、女王陛下の証言を。いずれにしてもまだそう遠くへは行っていないはずだ。ライアン巡査部長。はい警部。お前たちはこの付近を捜索してくれ。バッキンガム宮殿から半径5キロメートル以内を徹底的に探すんだ。まだそう遠くへは行っていないはずだ。人員を割いて探せ。一刻も早く女王陛下の元にお連れするんだ。怪我の一つでもつけてみろ。どうなるか。ですが警部、しらみつぶしに探すわけにもいきませんし、捜索範囲にも限界が。これは1分1秒を争う事態なんだ。急ぐんだ。捜索？女王陛下に関係している。まさか王室の誰かが誘拐されたの？警部、女王陛下がお見えになります。石頭を解き伏せる手間が省けたな。お前が言うか？なな、みんな一歩下がって女王陛下に敬礼。いいえ、そのままで結構よ。はじめまして。あなたがエルロック・ホームズ、そしてあなたがウィリアム・ヘイミッシュ・ワトソンですね。女王陛下、光栄です。はい。私はビクトリアと申します。今回の件よろしくお願いしますね。お任せください。では、探していただきたいのは、私の大切なチェルシー、今年1歳になる女の子です。
女王陛下のご息女ではないわね。女王でも、もしかしたらパーティーに合わせてご親族がいらっしゃっていたら、可能性はゼロじゃない。あれ、君は。あなたは。ああ、やっぱりさっきの。またお会いしましたね。どうしたの？そんなところで。それは、何事かね、君は。宮殿があまりに壮麗なので、夢中で眺めているうちにこんなところに。実に苦しい言い訳だな。目が泳ぎきっている。大方好奇心で潜り込んで立ち聞きでもしていたんだろう。感心できないな。違うわ。そんなことを思っている場合じゃなくて。おいホームズ、女の子相手にそんなきつい言い方しなくても。すまないなワトソン君、僕は君と違って言葉をオブラートに包むのは苦手なんでね。まったく、パーティー会場のお嬢さんの侵入を許すなんて、警官たちは一体何をやっとるんだ。事件解決はもちろん、女王陛下の安全をお守りすることも我々の仕事ですからね。分かっているならもっと危機意識を持て、バカ者。君、ここで聞いたことは絶対に秘密にすると約束できるか。約束するわ。ここで僕たちの姿を目撃したことを他言しないと約束できるか。ええ、決して誰にも言わないわ。では最後に、君の名前は？私の名前は。そうか。僕の名はホームズ。エルロック・ホームズだ。ではミス・ホワイトリー、速やかにここから出て行きたまえ。お待ちなさい。女王陛下。あなたはオリビア・ホワイトリーの娘ですね。はい。あの、陛下は母をご存知なのですか？ええ、彼女には昔助けていただいたことがあるのよ。あなたもずいぶん大きくなりましたね。申し訳ありません。私、その覚えていなくって。仕方ありませんよ。最後にお会いしたのは、あなたが本当に小さな頃でしたから。そうだったんですか。我が英国は大変惜しい方を亡くしました。彼女が生きていたらお話ししたいことがたくさんあったのに。ありがとうございます。もし母が生きてそのお言葉を聞いたら、とても喜んだと思います。あなたはオリビアによく似ています。
彼女も好奇心の強い女性で、とても行動力のある方でした。お母様が？よろしければあなたも一緒に私のお話を聞いていただけないかしら。よろしいのですか？女王陛下ですが、今回の件は一刻を争う事態、しかも相手はどんな行動を取るか予想がつきません。無事にあの子を保護するために、より多くの者に協力してほしいのです。それにあなた、オリビアと似て動物の扱いがお上手そうですし。え？確かに田舎に住んでいた時から動物は好きだったけれど。女王陛下、動物とは一体？事件のことを単刀直入にお教えしましょう。今から1時間前、チェルシー、私の飼っているシャム猫が逃げ出して。猫ですか？なるほど、チェルシーって猫の女の子だったのね。そういえばシャム国国王が猫を送ったとペンデルトンも話していたわね。本日のパーティーにはシャム国国王との親睦を深める目的もあります。私は猫のチェルシーを連れて今日のパーティーに出席するはずでした。チェルシーはシャム国国王に贈られた猫、私と同じ日に生まれた猫なのです。今朝毛並みの手入れをしようとメイドが支度部屋でブラシをかけていました。私も式典の前に少しチェルシーの様子を見ようと支度部屋を訪ねたのです。しかしチェルシーは残念ながら私にはあまり懐いておりません。ですがそれではいけないと思い、私は彼女を撫でようと手を伸ばしました。チェルシーはやはり私が触れるのを嫌がって、わずかに開いていた窓の隙間から外へ飛び出してそのまま逃げてしまったのです。塀伝いにハイドパークの方向へ走り去る姿を見たのが最後、それが今から1時間ほど前のことです。飼い猫が懐かなくて困っていたなんて、女王陛下にもそんな可愛らしい悩みがあったのね。私にも女王陛下をお助けできれば。なるほど、お話は分かりました。陛下、チェルシーの特徴を教えていただいても。ええ、もともとシャム猫は青い瞳、そして耳に尻尾、手足の黒い毛並みが特徴的なのですが、チェルシーの場合は尻尾だけ白の毛並みです。そして彼女の首輪にはこう刻印されております。シャム国とイギリスの末永い繁栄を願ってと。本日はシャム国王もお見えになります。本当ならこのパーティーでチェルシーの元気な姿をお見せするはずでした。首輪も純金製で、ダイアスポアという
シャム国産の希少な宝石が二つあしらわれております。では首輪だけでも闇市場で高値がつくものということですね。ええ、その首輪を奪おうとする者が現れればチェルシーがひどい目に遭うかもしれません。なるほど、高価な金の首輪をつけたシャム猫、確かに町に迷い込んだら厄介ですね。こうなる前にもっとチェルシーに構ってあげられればよかったのだけれど、犬のお世話なら慣れているのですが、お恥ずかしいことに猫のお世話は全くしたことがなくて。確かにイギリスではペットといえば犬が主流よね。チェルシーが庭に飛び出したのもきっと私が怖かったからなのでしょう。ですが彼女の機嫌には構っていられないわ。なんとか14時の式典までにチェルシーを見つけたいの。シャム国王との親睦のためにも1歳になったチェルシーの姿を見せなくては。女王陛下、あなた、そしてホームズ・ジュニア、改めてお願いします。どうかスコットランドヤードと協力し、この私に力を貸していただきたいのです。もちろんです、女王陛下。ですがこちらのミス・ホワイトリーに関しては。私はその私は彼とホームズと違って探偵でもなければ、まだまだ世間について何も知りません。だからその経験も何もありませんけど、それでも私は女王陛下のためにお役に立てるようなことがしたいです。こら、こんな時は嘘でもいいから真っ先に任せてくださいと言っておくものだぞ。そんな無責任なこと言えません。あなたは自分に嘘がつけないのですね。ますます彼女にそっくり。女王陛下？レストレード警部、建前も大切ですが、私の前で嘘をつけというのはあまり感心しませんよ。いえ、めっそうも。自分に正直だからこそ他の者が気づかないものに気づけることもあります。私はあなたのようなまっすぐな気持ちを持つものを信じ、頼りにしたいと思うのです。そう、私が過去にオリビアを頼りにしていた時のように。それに、あなたのその胸の首飾りがきっとあなたを導いてくれるでしょう。ホワイトリー家の首飾りが。ホームズ・ジュニア、彼女の考えがあなたを助けるかもしれません。一緒にチェルシーを見つけ出してください。ええ、お言葉通りに。どうぞよろしくお願いします。
皇陛下、精一杯力を尽くします。いや、しかし驚いたな。まさか女王陛下が君に協力を頼むなんて。あ、ごめんなさい。貴族のご令嬢にこんな言い方失礼だ、ですよね。そんなこと気にしないから普通に話して。歳も同じくらいでしょうし。ありがとう。そうだ、まだ自己紹介してなかったね。俺はウィリアム・ヘイミッシュ・ワトソン。ワトソンって呼んでくれよ。ミス…名前で呼んでもらって構わないわ。よろしくね、ワトソン。ああ、こっちこそよろしく。それにしても、君は一体何者なんだ？女王陛下と親交があった人物なんてほとんど限られるだろうし。女王陛下と親交があったのは私のお母様の方よ。今日は私はこのパーティーに招待されてきたの。まさか君は女王陛下の親戚？それとも王室の関係者とか？ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。どちらも違うわ。それに私も驚いているの。女王陛下が私のお母様を知っていたなんて。じゃあさっき君があの部屋にいたのは。それはつい好奇心で。まったく、僕の言った通りじゃないか。それに好奇心だけで首を突っ込むなんて。まあいい、せいぜいおとなしくついてきたまえ。だがくれぐれも僕たちの足手まといにならないようにな、世間知らずのお嬢さん。おい、ホームズ、女の子にそんなこと。大丈夫よ、ホームズ。私、これでも体力には自信があるから、頑張ってついていくわ。君って、貴族なのにたくましいんだな。なんて高い外壁なの。でも、猫にとってはここを登るのも渡るのも簡単なことなんでしょうね。